さあランボルギーニガヤルド LP560 ですね、これは、紛れもなく、リアルスポーツです。エンジンがですね直噴の V10 になりました。直噴の自然吸気ですけど、なんと圧縮比が 12.5 ぐらいあるんですね。ですからこれはポルシェの直噴の圧縮比の高さと似てるので、もしかしたら直噴技術のところはポルシェのエンジニアリングが関わったかもしれません。これは四駆ですね、ビスカスカップリングによる AWD を持ってます。まあ、しかし、スキーヤーズスペシャルの四駆ではなくて、まあ、ランボルギーニはもう四駆が一つのアイコンになってますから、まあ、スバルの四駆、ランボの四駆、まあ、そんな感じがと同じかもしれませんね。まあ、でも内装はちょっとこうドイツ車的で、イタリアンクラシックという感じからは、遠いんですけども、でもこのパフォーマンス、非常に素晴らしいものがあります。まあ、問題はこのガヤルドをどういうスポーツカーとして受け入れるかですね。まあ、ドイツイタリアの、まあ、合作、まあ、そんな雰囲気がなきにしもあらずですが、まあ、エンジニアリングはアウディですが、まあ、そのことがかえってユーザーには、ポジティブに、なるかもしれませんね。まあ、つまり車としての品質や、信頼耐久性は、まあ、ドイツ車の持っている、良質なものづくりに裏付けられておりますね。トランスミッションは、シングルクラッチの2ペタルです。まあ、最近ツインクラッチが流行ってますけれども、個人的にはまあ、フェラーリの F マティックもそうですけど、このシングルクラッチでも十分かなという気がしますね。まあ、EG ドライブだったら本当トルコン AT にかなわないわけですから、なんかこうツインクラッチが中途半端感があって、個人的にはあまり好きじゃないんですけど、まあ、でもこのエンジンが、いや下のトルクあるし、上回してみると、V10 でこれ8600まで使えますね。ですからレッドゾーンを使おうと思ったらとてつもなくスピードを上げていかないと、というのはギア比がものすごくハイギアドなんですね。おお、さすが猛獣、猛牛ですね。もうこの吠え方すごいものがあります。いや飛ばすと気持ちいいな。まあ、今ここは敷地内ですから、ちょっとスピード上げてますけど、このギア比がなんとめずいいですね。ハイギアードで、本当に340キロ出そうな感じがします。まあ、一般道だったらもうほとんど2速3速で十分でしょうね。まあ、この V10 直噴、パワーが出ただけでなくて、高回転まで伸びますから、この8000超えた時の7000から8600の間の伸びが、おお、このダイレクト感はやっぱりシングルクラッチはいいですね。いやこれでドリフトすると四駆だから、ちょっとフロントも四輪で外行きながらのこうドリフトですね。これは四駆特有の直取り、まあ、ポルシェの、ターボもそうですね、カイラフォンも。でもこれは世界最速の四駆ですね、間違いなく。 GT2 が四駆じゃないですから、これより速い四駆は何があるんだろう。ブガッティベーロン、インプレッサかガヤルドか、究極の四駆かな。さあガヤルドのタイムアタック、あ、いけねいけね、ピットロードはスピード出しちゃいけません。60キロでしたね。よし、こっから今 ESP も切ってます。ギア比がハイギアードなので低いギアがいいですね。この A コーナーも3速でいける感じですね。
トラクションはさすが四駆あります。タイヤのグリップがちょっとさっき多数には足りないかもしれませんけども、でも操縦性はすごくいいですね。エンジンは8600まで。さあ8600シフト、もう200キロいってます。はい、5速250、280、ストレートのスピードはすごいですね。スロットル戻してもケツが流れない、さすが四駆。ちょっとアンダーステア、ちょっとアンダーステアでした。パドルシフトのレバーがもうちょっと長い方がコーナーでは使いやすいですね。ちょっとブレーキが、ポルシェみたいにガツンっていう感じじゃないのでちょっと不安が残ります。いやーすごいな。でもこの辺で 100R でアクセル戻してもケツがペッと流れないところはやっぱさすがガヤルド、四駆の威力がありますね。まあ、ちょっとこういうタイトコーナーでは、若干アンダーステア気味、まあ、そこが気になるところですね。で一番気になるのはこのレバーが短いので、コーナーでハンドル切った時にパンってやった時に空振りしちゃうんですね。だからこれをやっぱフェラーリみたいにもうちょっと長く、してほしいな。まあ、これはなんか後付けの部品で作れそうな気がしますけども、まあ、そこがちょっと問題です。